高田渡るともね、まあ、それこそ付き合いは30年ぐらいになりますけども、今年ね6月ぐらいに初めてぐらいなんですけどね、香川亮と高田渡るというタイトル、それだけのコンサートがあったんですよ。で2人が一緒にステージに立つっていうことは実際今まで一回もなかったんですよ。あ、そうですか。あの誰かご一緒やったとか、3人とか4人とか、そういう意味では一緒だったんですけど、2人っきりで一つのコンサートをやるっていうのは今までなかったんですよね。30年目にしてっつうんですかね、初めて今年やったんですけどね、むちゃくちゃ良かった、っていうかね、あのもうこれ番組どっちもでええんやろ今、いいですよもう話はもう、あのね、やっぱり改めて思ったんですけどね、今回久しぶりに高田渡をこう目の当たりに見せてもらったんですけど、目の当たりやっぱすごいあの人、あのね、例えば両方さんよく知られてる、あの人がほら、例えばマジで音楽やるぞとか、まあ、皆さんもあのニュースで知っておられると思うんですけども、まあ、ちょっとほら酒好きやとか、そうですね、そういう噂が、うん、まあ、あれは演出なんですけども、それは置いといて、あの人まあそういうふうなことをやっておられたんで、その頃やっぱり酒に飲まれる人やったんで、あんまりその頃の音楽っていうのは僕興味なかったんですよね、まあその頃は全然付き合いもなかったし、音楽としても全然興味はなかったんですけどね、まあ、ちょっとお酒を控えやったりとか、ちょっとまあもうやめてもええんちゃうかという世界があって、もうすぐ楽にならはったんでしょうね、これで今マジで音楽やってやるんやけどもね、今の高田渡聞いたらね、やっぱりあの人がマジで音楽やりだしたらね、日本の歌い手でやっぱり勝てる人いてないね。ああ、なるほど、やっぱすごい。だからちょっとその香川亮と高田渡るって一つのコンサートをね、ちょっと全国的に歩きたいなとはね、まあ、いいですね、面白いよコンサート、でお互いにほら犬猿の仲やから、そういうふうに演じてきてる部分もあるんですけどね、犬猿の仲なんですよ、だからそういう雰囲気で2人がねステージに立つとね、怖いよ、全く会話変わらないとか、そんなことないですよ、もうほとんど変わらないです、知らん顔してます、これがね客席から見てると面白いらしい、面白いでしょうね。
笑いが止まらないのは金持ちで、貧乏人は涙が乾かない。もうこの世に休みかがありゃしない。もうこの世に休みかがありゃしない。